毎日ポジティブ。はい、ポジティブ歴18年スーパーポジティブティーチャー福地でございます。さあ今日の話なんですけども、今日はですね、一昨日来ていただいた方のですね、お客様の話をしたいなと思います。一昨日来てくれた方はですね、若い日本人、30歳の日本人の方と、あとはですね、その日本人の方とご結婚されたデンマークの31歳の女性と、このお店を予約して選んでくれたドイツ人の28歳の女性、この3人のグループだったんですね。で、この日本人の30歳の方と31歳のデンマークの方は日本で結婚を先月されたというですね、そんな新婚の2人、そして今彼氏を募集中のドイツ人の女性、この3組のですね、方が来てくださって、で、その方、まあ、もちろん外国のね、ドイツ人とデンマーク人、そして日本人はね、まあ、僕らと同じ日本人なんですけども、もう日本語がものすごく堪能なんですよ。普通にも会話してて全く違和感なく、イントネーションも全くおかしくない、素晴らしい日本語を喋るドイツとデンマークの方だったんですね。で、日本にどのくらい前に来たんですかって言ったら、日本にはもう5年前に来たと。で、5年間の間でこれだけ日本語をうまくなったというですね、話。デンマークの方は、デンマーク語っていうのなんですよ。デンマーク語。あと、英語。そして日本語。3カ国をほぼ完璧にこなせて、で、ドイツの方は、ドイツ語、日本語、フランス語、英語、この4つの国の言葉を喋れると。僕はね、去年から少しずつ英語を勉強してて、途方もない、英語を覚えるだけでも途方もないなっていうのを自分で経験しているんですよ。中学校、高校、英語を勉強して6年間勉強したにもかかわらず、ほとんどのベースができてない状態で、今また勉強し始めてると。それでもね、まだまだ英語というのは途方もなく覚えるのは難しい。だけど僕はそこにチャレンジしているからこそ、その4カ国を3カ国をですね、喋れるっていうのがめちゃくちゃすごいことだなっていうのを、自分が今英語を勉強しているからこそ、その凄さがわかる。で、その31歳のデンマークの方はですね、日本にお仕事で来られたんですね。で、そこで、マッチングアプリで知り合ったその日本の男性と4年間お付き合いをして、そして結婚されたという方なんですけども、結婚する前にその友達だった時にね、その日本人の30歳の方にですね、私結婚する時は日本の着物を着て結婚したいんだっていうですね、話を付き合う前に一度だけしていたんですよ。で、その一度だけのことを、その男性、日本人の男性は覚えてて、結婚のプロポーズ終わった後に、一緒に着物で写真撮り行こうよ。前言ってたもんね、結婚するときは着物を着たいって、っていうのを覚えてたっていうのをですね、聞いて、それをすごく喜んでくれてる話を伺ったときに、いやー、素晴らしいなと。日本人、捨てたもんじゃねえなと。そういうのをちゃんと覚えて、まあその時からね、きっとその男性は、そのデンマークの方をね、もう好きでいたんでしょうね。告白する前に。でもそうやって、その一緒に撮った写真も見せてもらって、もう明らかに、もう外国人ですよ。もう金髪のね、髪と。でも、日本の着物がめちゃくちゃ似合う。まあもう日本人のね、男性はもちろん似合うんですけども、でもそこでね、いろんなまあお話をさせていただいたんですけど、もう国籍とかね、人種とか宗教とか、もう全部ひっくるめて同じ人間だし、ポジティブというものはもうこの地球全部を共有するというか、もう通ずる本当に大切なことだなと思いました。まあ、めちゃくちゃポジティブな方々だったんで、もう普通に笑顔で楽しくね、日本語で喋られてて、
まあもうその姿を見た時にね、ああやっぱりこの地球というこの星に生まれて、国の戦争とか紛争とか宗教問題とかいっぱいありますけど、同じ人間だから同じ好きになる気持ちもそうだし、相手を思う思いやりもそうだし、みんな同じ、目の色が違くても髪の色が違くてもみんな同じなんだ。そして頑張る人はどこでも頑張ってる、ポジティブな人はどこ行ってもポジティブ、そしてそういう方々は本当に素敵な表情、素敵な顔をされる。それをね、僕は間近で見て、もともとね、僕も素敵な人間になりたいなと思いますし、なんとかね、英語を覚えて、いろんな世界各国の人とちゃんと自分の気持ちを伝えられるようになりたいなっていうのを、その3人のね、グループの方と交流をして感じたというですね、話を今日はさせていただきました。ということで、以上、毎日ポジティブ。ご視聴ありがとうございました。